上海を茂る国際広場は、中華人民共和国上海市江北南京あずま寺789に位置する超高層ビル。上海環球金融中心、神馬をタワーに次ぐ上海第3位の超高層ビルであり、広報校の西側では一番高いビルで、タワー胸の頂上の2本の先頭までの高さが333.3メートルとなる。 不動産開発業者のヨシゲル集団が2001年に元の開発業者であるワンシャングループからビルを買収し、上海をシゲル国際広場と改名した。ビルは2002年7月に本格的な工事が始まり、2004年10月18日に胸上げが行われ、2004年12月に第一期となるショッピングセンターが開業した。2006年9月にはホテルが 試験営業を開始し、12月上旬に正式開業した。2007年1月に竣工し、第2期のショッピングセンターが2007年5月末に開業している。合わせて30億人民元が建設に投じられた。総建築面積は17万平方メートルで、タワー棟と低層棟及び公共に開放された広場からなる。タワー棟は60階建て。 低層胸は高さ10階建てで、広場部分は2000平方メートル近い。タワー胸の下部はオフィスで、高層部の48階分は5つ星ホテルのルロイヤルメルディアン上海が入居し、客室数は770室となる。低層胸には、大型ショッピングセンターである、百0 0連用シュゲ茂国際広場がある。ありがとうございます。